フアミマは、久辺健二による日本のライトノベル。イラストは、鶴崎隆大が担当。が文庫より2010年4月から刊行されている。第2回が、文庫大賞奨励賞受賞作。平凡な中学生の大滝和美のもとに、両親から大きな荷物が届けられた。開封すると、中に入っていたのは一人の少女だった。サブリナと名乗るその少女は、マフィアの隠し子であり、ある事情から和美の両親に保護されていたのだった。突然のことながら、サブリナが和美の実の両親が養女に迎えることになっていた娘ということで、二人は兄弟扱いで同じ家で暮らすことになったが、常識を知らないサブリナの行動に和美は振り回されることになる。そこにサブリナを追ってきた者が現れ、複雑な事情が彼らを取り巻いていく。フアミマ。2010年4月30日、初版発行 ISBN 978-4-79735957-2フアミマ。2010年8月31日、初版発行 ISBN 978-4-79736080-6フアミマ。2011年1月31日、初版発行 ISBN 978-4-79736154フアミマ。2011年5月31日、初版発行 ISBN 978-4-79736512フアミマ。2011年10月15日、初版発行 ISBN 978-4-79736697フアミマ。2012年4月15日、初版発行 ISBN 978-4-7973688871フアミマ。2012年10月15日、初版発行 ISBN 978-4-79737181フアミマ。2014年11月15日、初版発行 ISBN 978-4-79737664フアミマ。2014年12月15日、初版発行 ISBN 978-4-79738205-1。ありがとうございます。